こんにちは。体の間10枚勝負です。今日は2024年の5月18日を4時間過ぎましたが、見ていきたいと思います。現在の間コインの値段は 75.383 ということで、70円の中盤を維持してくれてますが、これ1時間足で本当に横ばいなのが分かりますね。70枚、今ちょうど 75.3 のところですけど、この75付近をうろうろうろして、これでどっちに行くのかなと。18日がここからここまでということで、真横でしたね。横横でした。では、ツイッター見ていきます。はい、ちょっと古いですけど、ここ2、3日の間に、ウォレットがね、一通り更新されてますね。はい、こちら、レースウォレットのアップデート、1.11.0。で、こちら、ダイデロスがメインネット版バージョン 5.3.1、ドイツ問題に対処と。で、あと、ここ、ちょっとツイッター見つけられませんでしたけど、鎧自体も新しくなってますよね。はい、なので、しばらくウォレット開いてない方はね、ちょっと機会見つけて開いていただければと思います。はい、プロジェクトカタリストからですね、カタリストは今、これから投票用になりますけど、その前にレビューとかありますね。なので、こちらレビューアーについて出てます。質問、コミュニティレビューアーとは何ですか？回答、報酬を受け取るためにプロジェクトの提案の審査に参加したい、体のコミュニティの人なら誰でも。コミュニティレビューアーには経験に応じて様々なレベルがあり、その仕組みは次の通りです。レベル0、報酬インセンティブの一部を獲得する新しいレビュー担当者、ファンド全体の提案に基づいてレビューする一連の提案が割り当てられます。レベル1、より経験豊富なレビュー担当者、登録時に選択したカテゴリーの設定に基づいてレビューする提案のセットを割り当てます。レベル2、コミュニティモデレーター、カタリストのスクリプトによってフラグが付けられたレビューを確認し、レビューの抜き取り検査を実行しますが、コミュニティレビュー担当者によって提供されたスコアを変更する権限はありません。はい、ファンド12のコミュニティレビューに興味がありますか？5月19日までに登録してくださいということで、レビューをして、報酬を、ね、もらえるって書いてあったので、そこに参加できる期限が19日までですよということです。まあ、私やったけど、どうですかね、3日間ぐらい使ったかな。まあ、3日間フルにね、十何時間も使ってたわけじゃないですけど、まあ、ちょっと1日だとやりきれないなっていう仕事だったような気がします。はい、ちょっと私今回登録したかどうか覚えてないんだけど、はい、登録すると多分忘れた頃に、あなたはレビューアーですよね、これだけやってもらえませんかっていう感じのメールが来ると思いますので、はい、あの興味のある方と、あとちょっとね、バイト感覚で、この仕事やってみようかなという感じの方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。はい、しぱさん、週間開発レポート5月17日、ハイライト、ノード 8.11、コンセンサスパッケージリリース、レース 1.11 リリース、ミスリル、ディストリビューション 2418.1 をリリース、フォームウェイ機能を関する作業が進行中、ファンド12提案、性質フェーズ終了、ボルテール説明書作成中ということで、ボルテールの説明書が出てくるんですね。はい、はい、チャールズさん、チャールズ・ホスキンソン指導が、ヒューミリティ、謙虚さ、要約全翻訳、アーゴ通貨のための法的枠組みを求めて主張し、教育し、戦っているのが謙虚さの要素であると。例によってちょっと要約の部分だけ読ませていただきますね。体の創設者チャールズ氏は動画ヒミリティを公開し、暗号通貨の重要性を訴え、来るべき選挙で暗号通貨支持を示すような有権者に呼びかけました。同時に政府、特にバイデン政権の暗号通貨業界に対する敵対的な姿勢を批判しています。それと同時に謙虚さの概念について話しています。まず最初にレディットの投稿に対する反論として、ホスキンソン氏は自分が謙虚さを欠いているとする批判に答えています。彼は特にバイデン政権の暗号通貨に対する政策に対して謙虚さを持つ必要がないと主張しています。ホスキンソン氏は動画の冒頭で言及されているホスキンソン氏と謙虚さに関するレディットの投稿に対して以下のように答えています。暗号通貨業界は長年にわたって可能な限り謙虚な方法で政府と関わってきたが、バイデン政権は暗号通貨が米国民に有害だと決めつけ、交渉の余地を与えていない。
これは研究者の問題ではなく、バイデン政権が暗号通貨業界を破壊するという意識的な政策決定をしたという問題である。4年間の絶え間ない関与の後、友人が刑務所に入り、暗号通貨企業が訴訟に直面し、SEC が議会から叱責されているのを見た後、これが謙虚さの問題なのか、それとも変更不可能な政策の問題なのかと自問している。善良な人々が毎日暗号通貨のための法的枠組みを求めて主張し、教育し、戦っているのが謙虚さの要素である。一方、バイデン政権の行動は非謙虚さの要素である。つまり、ホスキンソン氏は、暗号通貨業界は謙虚に政府と協力してきたが、バイデン政権の敵対的な姿勢はもはや謙虚さの問題ではなく政策の問題だと主張しています。彼は暗号通貨支持者たちの努力を謙虚さの表れとして捉える一方で、政府の行動を非謙虚だと批判しているのです。ホスキンソン氏は、暗号通貨業界が社会において重要な役割を果たしていると主張しています。業界は平等や差別の問題に取り組み、金融の透明性と公正を促進するために重要であると述べています。また、2024年の選挙でプロ暗号通貨の候補者に投票するよう呼びかけています。もしバイデン氏が再選すれば、暗号通貨業界への攻撃が続くだろう。一方、もし暗号通貨が選挙の決め手となって、バイデン氏が敗北すれば、民主党は暗号通貨に対する姿勢を軟化させるだろうと述べています。ホスキンソン氏は、自分の発言がプロフェッショナル及び個人的にリスクを伴うことを認めながらも、自由と暗号通貨の未来のために戦う価値があると強調しています。暗号通貨は人類を抑圧から解放し、グローバルなガバナンスから守るための重要な技術であり、暗号通貨業界が必要としているのは時間と政府の干渉からの自由だと主張していますということで、まあ、チャールさんは何よりも暗号通貨のためにその投票者を、ね、決めましょうと、まあ、本文の方で、言ってますね、はい、なので、バイデンよりもトランプよりも、なんとか F ・ケネディということですね、はい、でロバート F ・ケネディかロバート F ・ケネディに投票すると書いてます、はい、で検挙された人が、ね、いるよということでしたけど、CZ さんがね捕まってるって書いてあったけど、CZ さん捕まってるってちょっと僕知らなかったですね、はいはい、なのでチャールさんはいろんなねその政治の論点はある論点というかその注目すべきところはあるんだけど、とにかくクリプトだという考え方みたいですね。坂木原さん、カルダナのレイヤー2であるハイドラのヘッド上にて、FPS ゲームの元祖である Doom が起動しているテストプレイ動画をチャールズ氏が投稿しています。高速処理で可能にするハイドラには、ブロックチェーンゲーム用途でのユースケースも存在する。これはハイドラへの注目が高まりますね。ということで。はい、こちらですね。なんかね、これは確かになぜか早いのわかりますけど、どこが早くなったのかちょっと分かりませんけどね。はい。でもなんか、そんなにこう、なんていうのかな、早そうだっていうのは分かりますよね。はい。エイビットタイムズから、仮想通貨の基本的権利を保護する法案、アメリカ・オクラホマ州で可決と。はい。ちょっと内容だけちょっと見ていきますが、仮想通貨の自己管理、決済、マイニングなどを保護。オクラホマ州は5月13日に仮想通貨の基本的権利を保護する内容を記した法案を可決しました。この法案はブロックチェーンと暗号資産の使用や規制に関するもので、仮想通貨の自己管理、仮想通貨決済、マイニングなどといった仮想通貨に関する基本的な権利をオクラホマ州政府が侵害できないようにする内容となっています。具体的には以下のような内容が含まれるため、オクラホマ州の個人や企業は安心して仮想通貨を保有、使用、マイニングすることができるようになると期待されます。オクラホマ州が仮想通貨決済による商品購入を禁止制限できないようにする。オクラホマ州政府が自己管理型ウォレットやハードウォレットを用いた仮想通貨の自己管理禁止を制限できないようにする。仮想通貨決済に対し追加の税金、料金を課すことを禁止する。特定の家庭における仮想通貨マイニングを許可する。特定の仮想通貨マイニングビジネスを許可する。仮想通貨マイニングビジネスに対して、差別的な電気代を請求することを禁止する。マイニングやステーキングを行う個人、
企業は早期にライセンスを取得する必要がないということですね。はい、これが11月から施行ということですけど、アメリカは確かにね、これ見るとよくわかるんですけど、やっちゃいけないことだけをね、こうはっきり書いてくれるので、事業をやりやすいということですよね。はい、はい、アンゴロさんから、金融庁の暗号資産ホワイトリストが更新されました。取扱い銘柄数トップ10の取引所のうち、一番増えたのはビットフライヤーの2個。前回2の OK コインジャパンが2個減少して4位に下がりましたと。ビットフライヤーが2個増えましたと。1個増えて33個ということですね。トップはバイナンスの54個。これは変わらないということです。はい、でもだいぶ多いですかね。まあ、バイナンスジャパンはもともと多い感じがありましたけど、ここら辺がじわじわ増えている感じがしますね。はい、では値段に戻りまして、75.38 円ですね。14,012.9×75.38 で元本が10万円ですので、計算しますと、956,292円のプラスということになりまして、956.3% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。